最初は案内組によるかかし踊りです。鹿の群れが山から里に降りてきたところ、かかしに遭遇します。鹿たちはあれは何だろうと交互に警察に行きますが、これは自分たちには危害を加えないかかしであることが分かり、安堵して飛び弱むれるという情景を表現した踊りです。かかしに近づき、恐る恐る覗き見る細かな仕草が見どころです。次に野手先組による目地鹿串です。鹿の群れが遊び戯れている時、一頭の目鹿がいなくなっていることに気がつきます。お鹿が探し回っていると、他の鹿の群れに隠されたことが分かり、お鹿は目鹿を取り返そうと何度も試みますが、相手の力が強く奪うことができません。そこでお鹿は仲間に応援を頼み、ようやく目鹿を取り返し、再び仲良く遊び戯れるという一頭の目鹿をめぐり、お鹿同士の葛藤の情景を表現した演目です。ではどうぞご覧ください。
Thank you.
Thank you.